新理事長というか、まあ、元理事長ですが、川口さんの方から、先ほど挨拶がありました通りです。でこの事件はですね、まあ、まず私の方は、森友学園の代理人弁護士であり、なおかつ、籠池夫婦の刑事事件の弁護人でもあります。でその立場でを兼ねて、お話しすると、まず刑事事件に関しては、まあ、一応終結して、まあ、次回、4月18日の判決ですけれども、弁護人の立場からしても、法律家の立場としても無罪を確信しています。これ無罪にならなかったらおかしい、もし有罪ということになるということは、これはいわば政治的判断であって決して法律的判断ではないということまで言い切れると思います。でこれは前にもお話したと思うんですが、少なくとも不法領得の意思がないし、故意もないし、それから期待可能性もない。もうこんだけの材料が揃えば無罪であることは間違いないわけです。もともと補助金サステナブルもそうですし、大阪市府 の、 補助金もそうですけれども、これをですね、事故の利益のために領得するとい不法領得の意思がない、つまりこれはあくまでも森友学園のためにやろうとしたことであって、少なくとも収穫を増やすということをしていないことは間違いありません。でその意味からするとですね、この事件に関しては無罪以外の判断はできないわけです。で現に第一審の判決の中にも、籠池夫婦はですね、私腹を凝らしたことはないということを情状の面で主張、まあ、言ってるわけです。これは情状の面ではなくって、犯罪の正義の問題において言及しなければならない話だってね。現に私腹を凝らしたことの気持ちもないし、その事実もないということであれば、これは完全に無罪なわけです。で一審は逆に言うと、有罪は認定しましたけれども無罪の事実を認定しているわけです。でそこに、ギャップがあって、控訴審の判決では絶対にそれを正さなければならない。この一点だけでも無罪なんです。なおかつ、まあ、私が弁論用紙で詳しく皆さんの方に資料配布しましたけれども、そのぐらいのことを、書いてるわけですから、これはもう無罪でないとおかしいということが一つ、そのことがあって現理事長とか元理事長の川岡さんが、これはもう原点回避をせん、現状回復をせなければいけないという意味で理事長に復帰した。決してちなみに理事長がですね、何か不備があったそういう趣旨ではありません。現状回復を森友学園としなければならないという立ち位置のために、これをせざるを得ないし、するべきであるということになったわけです。それとですね、今度は民事事件において、この民事再生の関係においてですが、これは徹底的に抗戦します。国家賠償も含めてさまざまな形の中で北関西人の犯罪行為、これを暴いています。でこれに関してはですね、いくつかありますが、皆さんに、まあ、まずその情報としてお伝えしたいことは、これ令和3年の1月6日にですね、再生裁判所の6人の方が、休園という形を取りましたが、実質廃園ですけれども休園という形を取りましたが、それ前日に、引田氏の方が、その休園するということの申請を出してるわけです。前日の5日に出して何の審議もせんと、保護者に対しての意見も聞かずに、あるいは森友学園の方にも何ら紹介もせず、事実確認もせずに、これ救援を出したんです。これ在園児がいたんです。園に通っている児童がおるにもかかわらず、その調査を一切せずに救援の決定を出したんです。これ自体が教育を受ける権利の侵害であると、つまり児童のいわゆる教育を受ける権利の侵害、それから保護者に対しても教育権の侵害、これははっきりしてるんです。で現にですね、横浜市の私立保育園、
に関して の,、あの事件がありまして、それはどういう事件かというと、横浜市の市の条例、つまりこの市の保育園でしたので、市の条例を変更してこの保育園を廃止するという決定を出したわけです。でそれに対して保護者らがですね、異議を唱えて行政訴訟を起こしました。で最高裁まで行ったんですが、最終的な結論においては敗訴しました。ただしこの理由中の判断では画期的なことを言ってるわけです。どういうことかというと、保育園の園児はですね、卒園するまで、つまり 卒業するまでの間、保育を受ける権利があるとして断定してるんです。ということは、保育を受ける権利があるにもかかわらず途中で放り出すということは、これは違法であるということを認めたわけです。だから実質これ勝訴なんですよ。行政事件としては負けました。つまりこれはあの期間の問題があって、もう卒園してからの決定ですので、敗訴したんですが、実質はこれ勝訴なんです。でこれを考えたときにね、保育園というのは皆さんご承知のように、これあの厚生労働省の所轄でね、で幼稚園というのは文部科学省、つまり教育ですから、で両方一体化という問題が叫ばれてますけど、やっぱり保育園と幼稚園というのは分離されてるわけです。その分離されている保育園ですら、これ卒園するまでの権利があるということを最高裁が認めたんです。保育する権利というのは憲法上の権利ではありません。憲法上の権利としてあるのは教育を受ける権利なんです。まさに幼稚園児は教育を受ける権利があるわけです。その教育を受ける権利を卒園するまでの間に掘り出してしまう、休園して通わせないようにしてしまう。で結果的においては、これホームズに売ってしまって売却して、これは休園ですか、これ廃園じゃないですか。まだ廃園の決定もしてない。でこういうふうな横暴な形、これ園児に対する教育における侵害であるとは明らかじゃないですか。この平成21年の11月26日の第一小法廷の判決、これからしても保育園児ですら卒園するまでの権利があると認められているのであれば、当然幼稚園児においては教育を受ける権利がありますから、園児が卒園するまでの権利がある、現に在園してたんですから、その人たちの権利を侵害したということは、これ明らかなわけです。これを我々は主張してます。なおかつこれあの同じように横浜の事件ですけれども、昭和59年の3月にですね、あの朝日大幼稚園という、まあ、私立の学校法人の幼稚園があったんですが、この幼稚園の要するに経営者がですね、いわゆるその組合潰しのために不当労働行為として解雇して、全員解雇して、そしてこの幼稚園の校舎を解体するんだということを言って、で一連のそれを実行するんだということを言って争いになったことがあります。でそれに対してあの兵庫県の地労委は、ね、地方労働委員会はですね、これは不当労働行為だということを認めて、その解雇を否定しました。でなおかつ現在、もうすでにこれはずっと園が幼稚園は継続してます。ずっとあとはですね、職員と保護者によって自主運営がされて現在にまで至って存続してるんです。このとの比較においてですね、これは最終的に、園の経営者が否定さあののやり方が否定されたわけです。で森友学園の場合は、園自体はこれは継続する意思があったんですが、民事再生法の66条で管財人に全部の財産の管理権と処分権があるという専属するという規定があるもんだから、何もかも好き勝手にしてこれをこういうようなやり方をしてやりましたけども、これもまた組合潰しどころか、そもそも森友学園潰しでこれをやろうとしてる。でなおかつ全員解雇です。そしてこれ園舎を解体するということを予告したんじゃなくて、実際にこれ解体しました。売却して解体しました。事案としては最もこの
朝日大幼稚園以上に悪質事件です。この悪質事件であるがために、これは我々はこれを主張しています。これは絶対に管財人も裁判所も言い逃れできません。裁判所と管財人が共謀して、この公務員職権乱用罪とこの背任行為を行ったわけです。これは絶対に許しがたい事案でありまして、これは徹底的に戦います。それによって国家賠償を起こして、これを森友学園を再生させます、再現させます、再興させます。これをしなければ、この森友学園事件のいわゆるその何て言うか、いろんな形の中で、変にすり替えられて、メディアの人からもね、要するに森友学園は、森友学園の理事長はああいう犯罪行為を起こしたからこんなことになったんだというような刷り込みでメディア発信してますけど、これを根本的に直していただきたい。そのために我々は徹底して戦うということを今日宣言するつもりで、まあ、今回の、元理事長、現理事長がこの理事長に復帰したということは、まさにそういう意味があるというように、考えています。そのために皆さんにお集まりいただいて、このことをお知らせしたということが、こちらの趣旨です。あとは、ご質問等も受けて、対応させていただきたいと思いますけれども、その前にちょっと、どうしますか、この最終調、ご質問を受ける前に、少しちょっと現理事長の方から、最終陳述書の中身をちょっと要約して、ちょっとご説明させていただきます。どうぞ、はい、よろしくお願いします。この最終陳述書は令和4年の2月28日にもうすでに